はい、どうも皆さん、バンチャーということで、大分トリニータサポーターの青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さんよろしくお願いいたします。いやー、勝てた試合、勝たないといけない内容だった試合だったなと思いましたね。あんだけ攻めて、点がね、セットプレーからの、得点というね、まあもどかしいというか、大分からすればもう負けに等しいような、引き分けでございました。まあ、そんな大宮戦ね、皆さんからの感想や意見が来ておりますので、そちらをご紹介していこうと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。ではまず最初の方からですね、10年前の大分のような大宮の戦い方、引いて相手を崩すのは難しいのは当たり前だけど、少しの運があれば5点は取れてた。あとハンドには毎回泣かされますね。 VAR がないとクリーン大分にはハンデです、っていうね。まあ、10年前の大分といえばね、亀梨をね、守備が固い大分でしたけど、まあ、それがね、今回大宮のようなね、守備を固くして、少ない手数で、得点を狙いに行く、ね、そういうチームにね、なかなか大分は勝てないのかなっていうのはやっぱありましたね。まあ、ブロックを敷いて、大分がこう攻めようにもなかなかねスペースがないんで、そこをねどう崩していくかっていうのがね今後の課題かなとは思います。あとね、高畑選手のシュートがね、相手選手のディフェンダーの右腕に当たって、あれはハンドじゃないかっていうね、まあ、VAR だったらね、ハンドだったのかなと思いますけど、まあ、それもまた試合なんでね、仕方ないのかなとは思いますけど、まあ、大分はねもともとクリーンなチームって言われてて、まあ、なかなか抗議とかしないんですよね。まあ、そこがね、まあ、いいところであり悪いところでもあるのかなと思いますね。はい、続いての方はこちら。決定機を多く作っていた分もったいないドローでした。パスで崩そうとする意識が強すぎて、一人で突破できるところがいけない、シュートが打てそうなところで打たない、そんな場面が多い印象でした。その意識が出てくればもっとゴールチャンスが増えると思います、っていうね。まあそうですね、まあ、シュートがねなかなか打ってくれないね、ドリブルで行く選手もなかなかいない。なんかね、金沢戦をね思い出すかのような試合内容だったかなと思います、ね、決定機も多く作ってたし、チャンスも多く作ってたけど、なかなか最後のところで決めきれないっていうね。まあ、そこはねなかなかもう本当日頃の練習から取り組んでいくしかないのかなっていうのは思いますけどね。まあでもね、その高畑選手や下田選手のようにミドルシュートを狙っていた場面もあったので、そこはね金沢戦とはちょっと違うところだったのかなと思いました。そこはね本当今後、期待していいのかなと思います。はい、続いての方はこちら。決定力問題になってきましたね。一人で打開できる選手がいないと厳しい。次は必ず勝つ、っていうね。まあ、大分はね基本的にそのチームでね、戦う、ね、戦術なので、まあ、パスで、ね、相手を崩して、点を取るっていうのがね一番の理想だと思うんですけど、まあ、大分の選手でね一人でこうドリブル持って、強いシュートを打てるというね、そういった選手はね、いないので、まあ、そういった選手ね、まあ、小屋選手であったりとか、もっとねそのゴールに貪欲である選手がね増えてきてもいいのかなとは思いますけどね。はい、まあ、次ね、期待してねやっていきましょうね。はい、続いての方はこちら。負けに等しい引き分けでした。戦術的にもテクニック的にも勝ってうまくいきすぎると集中力が落ちてしまう。最終ラインは連戦でかなりバテてしまっているので、新しい選手の台頭が必要だと思います。それと攻撃の目的はリスクを負わずにつなぐことではなく、シュートを打つそのためのラストパスを切り替えてほしいです、っていうね。まあ、本当にね、負けに等しい引き分けだったのかなと思いましたね。試合内容すべてに関して、相手を上回っていましたし、圧倒していた、ね、逆にうまくいきすぎてて大分の集中力が欠けていたっていう場面でしたね。まあ、そこの隙をねうまく突かれて、失点してしまいましたしね。まあ、攻撃に関してはね、ボールを失うことをちょっとこう大事にしすぎてて、なかなかシュートを打てない、ラストパスを送れないっていう感じでしたよね。まあ、もどかしいような感じですよね。なので、まあ、そのパスをね、そのシュートを打つためのラストパスっていうのをどんどん増やしてほしいなとは思います。はい、続いての方はこちら。伊藤選手ガス欠になってた。渡辺は絶対フォワードの方がいい。高畑選手は最高でした。内容いいけど決めきれない、っていうね。今伊藤選手はねここ数試合やっぱずっと出てますからね。しかも結構きついね
右サイドバック、まあ、ずっとねもう右サイドの方走り回ってますからね。いやもうそれはガスケツなるよって話ですよしかも連戦ですからね、まあ、なかなかねコンディションが上がらない中、伊藤選手、本当に頑張ってるなと思いました。まあ、あとねその渡辺新選手に関しては僕もフォワードの方がいいんじゃないのかなと思いますし、ドリブルで持っていくよりかはワンタッチプレーとかダイレクトプレーが得意な選手なので、まあ、ツートップの位置で一回見たいなと思いました。ね、それこそ小屋選手とか渡辺新選手のツートップってね面白そうだなと思います。はい、続いての方はこちら。チャンスがあっただけに残念な引き分け、小屋のスランプはかなり心配です、あとはミスが多かったですねっていうね、まあチャンスが多かっただけに本当に残念な引き分けだったね。まあ、小屋選手はねここ数試合得点できてませんね。まあ、これはスランプと言っていいのか不調と言っていいのか分かんない状態ですけど、ただねその小屋選手に関しては、まあ、月がないっていうのもやっぱあるのかなと思います。運がない、やっぱその小屋選手のシュートがね、ポストに当たったりとかもやっぱあるんでね、やっぱりこう小屋選手のその前への推進力っていうのはねやっぱ大分からすれば武器になっていますし、シュートのね打ち方ですよね。あ、そっからでもシュート打てるのっていうね、得点は取れてないけど得点に関してすごい期待できる選手かなと思いました。続いての方はこちら。内容的には金沢戦と同じだった、いい感じでゴール前まで行くのに爪の部分とシュートを打つという意識が甘かった、ここで仕掛ける場面もない、ゴール前でフリーキックは取れずにコーナーキックばっかりだったのがその証拠、失点シーンはボールウォッチャー的になっていた、高畑よ危機察知して頑張って戻らないと、失礼だけど金沢栃木大宮で勝ち点9取らないと完全に取りこぼしっていうね。まあなかなかね本当金沢戦とほぼ同じ内容だったのかなと思いますね。まあ失点シーンはね5人いる中で相手選手2人その中をね崩されてゴール決められてるんで、まあここはね本当に選手は反省しないといけない部分かなと思います。はい、まああと金沢栃木大宮ね、この勝ち点9は正直欲しかったなっていうのはあるんですけど、まあ、連戦の中でねなかなか勝ちきれない試合がやっぱ続いてたんで、本当今のうちに修正して次節につなげれるように大分はやっていきたいですよね。はい、続いての方はこちら。下田選手や伊藤選手など休ませてあげてほしいです、後半明らかにバテてました、無理なら途中交代など変えた方がいいように思います、怪我でもしたら大変です、せっかくいい選手がいるのに使わないともったいない気がしますっていうね。まあやっぱ下田選手伊藤選手なんかはね本当にもうずっと出続けてるんでね、まあさすがに体力面に関しては、まあ、落ちてきてるのかなと思います。やっぱそのクロスの部分であったりとかね、下田選手ところどころやっぱミスはありましたから、まあそれはやっぱ疲れなのかなともやっぱ思います。まあ高畑選手や弓場選手藤本選手なんかがね入ってきてフレッシュな選手が投入された中でね大分の戦術って幅が広がったわけじゃないですか。まあ本当にこういい選手がねまだまだ大分いるので、まあどんどんこう新しい選手ね若手選手とかを入れて一回チーム全体でやっていってもいいんじゃないのかなとは思いますね、うん、その中でね見つけれることもやっぱあるので、本当それこそね今年大分がねスローガンにしていた挑戦っていうのはねここから見せるべきかなと思いました。という感じでね、皆さんたくさんのコメントや意見ありがとうございました。まあ皆さんが言うように負けに等しい、まあ、そういった試合でしたね。はい、本当もどかしいというよりかは本当に悔しい引き分けだったなと思いました。そして次節、5月8日日曜日、J2 第15節、モンテディオ山形戦でございます。山形とはね、これまでの通算成績、大分9勝、7分け10敗でございます。負け越しています。次節山形戦は絶対勝利ね。でここ山形を倒したらね、山形よりも順位は上に行きますので、まあ、勝って、前節の大宮戦の悔しい勝ち点1を、プラスに持っていきましょうね。皆さんも全力で、応援して大分を後押ししていきましょう。ということで今回はここまでにしたいと思います。最後まで皆さんありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。またね。